本山選手、突然ですが今から20秒間計りますので、はい、自己紹介をお願いします。はい、では用意スタート。はい、背番号26番ポジションはボランチ本山遥です。好きな食べ物は焼肉で、まあ、本当にたくさん食べるのが好きなので、まあ、家族にはたくさん食費をかけて育ててもらって、まあ、こうやって大きくなれたので本当に家族に感謝して生きていきたいなと思います。4、3、2、1、100ぴったりでした。20秒、はい、最後は感謝を述べましたね。いや、焦ってまさかこんな自己紹介あると思ってなかったんでプロの舞台はいかがでしょうか。応援してくださるファンサポーターの方がたくさんいらして、本当にその前でプレーできるっていうのは本当に幸せなことだなっていうのを毎日毎試合噛み締めながらプレーできてるかなっていうふうに思います。高いボール奪取力に豊富な運動量でこれまで全試合出場を続ける本山選手。攻撃のスイッチを入れるパスやここぞという場面では相手ゴール前に現れるなど、新人ながら欠かせない選手になっています。続いては教えて本山選手。はい、テーマに沿って話を聞いていきます。おお。本本好きですね。はい、はい、最近読んだ本だと、東野圭吾さんのマスカレードゲームっていうのを、映画化もされてるシリーズの最終作みたいなのが発売されて、それを読んだんですけど、僕、まあ、最後にひっくり返されるミステリーとかサスペンスとかそういうの結構好きで、作者の方にこういうミステリーを思いつけるってすごいなっていうのを感じながら、最後にどんでん返し食らって面白かったなっていうのですごく感じるので、本当に、まあ、遠征の移動とかでも結構読むので、マスカレードゲームはすごくいい本に出会えたなと思いました。結構考えながら読むんですけど、この犯人は誰かなとか、トリックはどういうのかなと推理をしながら、結局全然自分の予想は全く当たらずに、あ、マジかみたいな、すげえなーっていうのを感じさせられる感じですね。同期、はい、こう同い年ってことで大丈夫ですか。はい、そうですね、まあ、同い年すごくこのチームに多くて、智也と海人と雄大と春人とで、つい最近移籍してきた大志も同い年なんで、6、多いですね。そうですね、めちゃくちゃ6人。大志のことは中学生の時から知ってたので。あ、そうですか。はい、中学生の時から何回も対戦してきて、まあ、いい選手だなっていうのはずっと思ってたので、こうやってプロの舞台でまさか再会するとは思ってなかったんですけど、すごい嬉しいですね。本当に知ってた選手だったのですごい嬉しいです。はい、なんかこう再会の感動的なシーンはあったんですか。まあ、中学生の時よくあいつ俺にプロテイン飲んでるみたいなのをよくノリで言ってきてたんですけど、それを久しぶりにここでやってきて、なんか 10年とかそれぐらい、10年弱ぐらいの、なんかそのネタをもう一回やって、なんかすごくしんみりとしたりとか懐かしい気持ちになりました。プロテイン飲んでるって言われてなんて答えるんですか。飲んでへんわそのパッケージになってる。そうですね、はい、いや、負けたくない存在が一番大きいかなっていうふうに思います。やっぱり全員がライバルだと僕は思ってるので、本当にそういう選手たちに負けたくないっていう思いが僕は一番強いなと思います。点を取る、やっぱり自分のポジションが、ボランチになって少しゴール前に関わる回数が増えてきているので、やっぱ自分が点を取るっていうことがすごくチームの助けになるかなっていうふうに思いますし、そこでも引っ張っていけるように頑張っていきたいなっていうふうに思います。